いや、行きますか。じゃあよろしくお願いします。行きます、行きます。グッドバーで別れます。コスさん、おはようございます。ありがとうございます。わざわざなんか来ていただいて。もう通り道なんで。いや、今日はよろしくお願いします。じゃあお貸してもらって。飲み物とか、はい、もし必要だったらもうあるんで。あ、そうなんですか、はい、ちょっと缶コーヒーでもそこで買おうかなと思ったんですけど。コスさんの分も買いますけど。いや、いいですか。そんなにあるんで、はい、どうぞ全部飲んじゃってください。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。コスさん、何時に起きたんですか今日。早いですよね。でも、なんか登山しに行くときって、まあ、こんな時間ですよね。まあ、そうですね。せんべいとかもつまめるんで。僕もお菓子一応持ってきたんで、もしよろしく。でも、キーさんと組んだ方が絵にはなるじゃないですか。黄色い声が。黄色い。どう思います？どうなりそうですか？コスさんの予感的に。3人でならあの行くってケースも一応あるじゃないですか。はいはいはい、どうなるのかなと思って。ですよね。じゃ、飲み物なんか後でいただいていいですか。あ、どうぞどうぞ。はあ、モヒートのレモンティーとかってどうですか。モヒート、モヒートって何でしたっけ。ちょっとなんかスーってする感じの、うん、モヒート、モヒートレモンティーいただきました。いただきます。まあ、美味しいですね。あとあれですよ、発泡酒とかビールとかもあるんで。ビールあるんですか。飲まないのに。飲まないんですけど、振る舞うように。すごいな。積んであるんですか。そうです。今日は運転じゃないんで。好き勝手できます。自分もともとお酒飲まない人なんで。いくら運転しないっつっても今ここで飲んだら人として問題がありますよね。スタートからもう出来上がって。来てもらって、お酒さすがに飲めないですね。帰りは全然大丈夫。いやいや、全然。僕が一人になるような予感がするんですよね。なんでですかね。なんとなくこればっかりやってみないと分かんないけど、なんかそういう嫌な予感も。いや、でもキーさん一人にしたらかわいそうな感じしますよね。それを持ってて。もう自分は前回と反応とで2回も歩いていただいてるんで、キーさん結構歩き慣れてるから。まだ高尾は、はいはい、そうじゃなかったら一人はちょっと。そうですね、自分のパンツルートをちゃんと指摘してもらえたので。飲めないんですよ。え、コーヒー飲まないんですか。そうなんです。苦いのがちょっと苦手で。結構お子ちゃま。紙パックのコーヒーあるじゃないですか、あの甘いやつ。はいはいはい。あれとかだったら全然。銭湯で売ってる瓶のコーヒーとか、ああいうのならいけます。はい。ここでちょっとキーさんを待った方がいいと思うんですよ。本当はあっちの方に止められるんですけど、はい、その案内をしないといけないんで。ああ、なるほど。じゃあここで待ちますか。はい。何回か利用されたことあるんですか。はい。へえ。その3、4回来てるんで。ああ。飲み物って何か飲まれます？水持ってるんで。コーラ、緑茶、梅の炭酸のやつとスプライトと、うん、あと発泡酒。発泡酒。これ映しちゃって大丈夫ですか。あ、大丈夫です。いただきます。あ、どうぞどうぞ。うん、おいしい。いや、キーさん含めて聞きたいのが、グッパーの時にどういう風に掛け声をするのかっていうのをちょっと聞きたいですね。うちはグッパージャスだったんですよ。なんかいろいろあるじゃないですか、ご当地の。グッドッパ。グッドッパーで別れましょ。
で出す。で出すんですか、はい、むしろグーチだったんですよ。グーパーはどういう言い方してました？じゃあグッパージャスでやってます。私グーとパーで分かれましょうって。分かれましょうっていうのがあるんだ。さっき言ってたやつですよ。自分の場合は本当はグーチだったんです。どれでいきましょう。え、でもなんかリズム的に最初はグーとか挟んだ方がグッとパーで分かれましょうみたいな感じ。あ、でもいいですよ。最初はグーはじゃんけんです。じゃあ最初はグーじゃないですよ。グッドパーで分かれましょうで出す。分かれましょうで出すんですね。はい、分かれましょうで出す。分かれましょうで出すんですね。で、3人一緒ってケースも一応ありますからね。ね、はい。いや、行きますか。じゃあ、よろしくお願いします。行きます。行きます。グッドパーで分かれましょう。分かれましょう。うおおお、マジか。どうなります？え、これはまさか。まだ初ですよね。道があんまり。これ一回回避しておきます。え、回避しないですよ。ガチの意味がないじゃないですか。どっちが分かりやすいとかあります？どっちルートのが無難かなみたいな。僕分かりやすい方で行こうかなとは。変わんないのか。え、そうなんですか？僕の方が近いんですか？そうです。あ、そうですか。それはしょうがないですね。でも急がなくていいですよ、全然。ゆっくりで待ってますんで、はい。僕の方が遅いんじゃないかな、それでも。はい。そうです。高尾さん、ハートルートの最中のピークを紹介しながら。ああ、なるほど。はい。じゃあ支度していきますか。はい、よろしくお願いします。うわ僕が一人になるような予感がするんですよね。車の鍵もう一個あるんで渡しときます。いいっすよ、いいっすよ。日中あったかいし別に、はい、待ってますよ。ここ二人が二人とも滑落してる可能性もある。いやいやいや、その時は諦めますよ。ちょっとでも穴開けちゃいましたけど。あ、全然、いや、はい、なんかここは気をつけて的ななんかありますか？なんか特にない。ないですか？まかないように気をつけるぐらいですか、サミット。そうです、ね、はい。どっちですか、はじめ。あっち。あ、はい、あ、よろしくお願いします。この辰子山展望台、ここ上がる。はい、はもうこの時点でハートが書けなくなっちゃうんじゃないですか。それは大丈夫なんですか？ハートにちょっとひびが入る。ひびが入るのか。はあ、これ何気にきつい階段ですね。そうなんです。ちょっと覚悟が。普段見れないこのカメラを撮りに行く姿というものを。黒い車の。ああ、そうなんだ。すいません、勝手に行っちゃった、ごめんなさい。うん、大丈夫でした。大丈夫です。後でここは僕は歩くんですか？はい、そうです、戻っていきます。で、お二人はここは歩かないですか？そうですね。ああ、ここじゃないんだ。はい。寂しい。これから数時間寂しいが。いや、今日一日寂しいってことですね。そういうことですね。すごいね、なんか今日、綺麗だ。キラキラしてるし、うん、最初駐車してた場所の目の前がメタツゴで、もしかしてお二方こっちに行くってことですか？そうです。あ僕はこの後元の道戻ってどこに行けばいいですか？さっきの階段スタートのところまで、はい、はスタートまで行くんだ、はい、はい、で、そこから左に曲がって細路を行くって。高尾山ってどれですか？高尾山あの奥の、あの白いところ。じゃああの辺りで集合ってことですね、次は。
はい、お見送りしますよ。また数時間後に会いましょう。数時間後にまた。お気をつけて。はい。階段最初まで戻っていただき。わかりました。最初まで戻って。はい。はい、行ってらっしゃい。バイバーイ。楽しそうだな、Cさんの方が相当早く着きそうですよね。そうなんですよ。でも多分、きっとあのカメラを置いて歩くをすると思うんですよ。あ、そっかそっか。そしたら少しは去年の夏はちょっと追い込みすぎて、毎日20キロだったんですよ。すごい、毎日。そうなんですよ。あれ、こう、もしかして上戻りすぎたってこと。あれ、もうわからん。ああ、この階段降りなくてよかったんだ。あれ、ここ行けないな。鍵かかってるし、行けないよ、これ。午前9時以降じゃないと、ここ、行けないよね。ちょっとよくわかんないな。いや、もう。もういや、よくわかんないから、戻ろう。はい、江の久保山山頂でございます。はい、巻き道、じゃあ巻かないで行きますか。そうですね、巻いてよかったんだ。スパルタですいません。超観察休憩所。ここ高尾山口草戸山、こっち彫刻が、はい、今日のフクロウです。なかなかですね。よし、到着。太閤寺山。あ、バテた。はい、太閤寺山 474.5 到着でございます。はい、龍のスポットだ。すごいな。辰年なんでどうです。うん、逆にどうぞ。あ、自分大丈夫です、自分大丈夫です。到着です、天空レストラン。はい、日曜日やってるのは青空レストラン。ダメだ、これ余計なこと言ってたらプン山さんに怒られそうだ。今日はあそこの高尾山で集合する予定でございます。城山に行くともれなくパンツルートになります。じゃあ草津山っていうのはここになるんですか。草津山はここです。ここですか。あ、書いてあった草津山。ああ、いい景色だ。景色がいいわ。
今まだあそこぐらいじゃないですかね、あの拓大の尾根の山頂ぐらい、草津山過ぎて八方台から降りてて拓大のところの手前ぐらいだと思うんですよね。あ、違う違う、それはパンツルートだ。八方台も拓大もないんだ。草と行っちゃうと結構大回りになっちゃいますよね。それかあの冬山さんと同じように湖のあの左側から回るようにすれば、あの無駄なロスがないっていうか、同じ道通らない分気持ち楽になると思うんですけど。富士山見晴らし台です。南高尾湖の道、はい、津久井湖と富士山が見えます。拡大できないかな、やっぱり登ることになってる。あ、でもセブンサミットなんで行っちゃっていいですか。行っちゃいましょう。はい、中沢山494到着です。これもピークではあるんですが、どうしましょう。これはセブンサミットのピークではないです。あ、どっちもお任せします。行くならついてきます。じゃあちょっと初ピークということで、初です、こっちは。セブンサミット以外の山2座目高岩山田だと思うんですが、あれ3名のがなくなってる。高尾山までを一部構成にして動画を二部構成にしたり、こっちの動画をメインにするやつとプーン山さんの動画をメインにするやつで二部構成にしたり、二本分になりそうですよね。こう編集にタッチしないから言いたい放題言えるっていう、ただ撮るだけだから言いたい大変なのプーン山さんっていうこのひどいお話。この次がコンピラさん。ちなみにパンツルート行くと高尾の駅の方に降りてく途中にも漢字のコンピラさんがあって、2回コンピラさん通るっていう。天狗稲荷を3つ。3つ、はい、はい、ありがとうございます。お持ち歩きされますか？そうですね、はい、今から上上がられる。そうなんですよ、はい、上で食べようと思って。あ、いいですね、今日いい天気だからきっと。白山湖、あ、はいはいはい、あそこから今歩いてきて。あ、そうなんですか、はい、白山湖っていうと、はい、草津の方から来たんですか？そうですね、連れの2人が逆ルートで今行って、はい、そういうことなんですね、はい、そうなんです。結構ここら辺好きなので、あ、そうなんですね、はい、よく登ってます。どうぞ。あ、ありがとうございました。はい、気をつけて。はい、あとちょっとでコンピラさんです。はい、コンピラ山 514.7 メートル到着です。リュック掛けとかもあります。木滑る。お疲れ様です。気をつけて。滑りますか？滑ってますね。高尾山の方にくるって、まあ、ここで降りてもらう。そうです。はい、はい、苦労します。苦労は勝手でもします。お気をつけて。ありがとうございます。天閣山まで、根の権現までとか。鎌田山？鎌田山はちょっとずれてるんですよ。鎌田山は最初何にもない山だったんですよ。で、鬼滅の刃がその後始まって、いきなり、こびり始めたっていうか。はい、休憩スポット。大洞山。大洞山536メートル。到着です。ここにもね、ちっちゃい大洞山の標識あるんです。
ああ、ほんとだ。同化してる。これはレアなやつだ。隠れミッキーよりちょっとレアかもしれない。キー様おすすめのこっちの山頂標です。でもこれでもう、あれですね。大だるみに降りるんで、あっち側の、あっち側にもう行くだけですね。ここ大だるみはちょっと下なんですが、ちょっと見てみていいですか。ここがピークなんですけど、ちょっとそこにもなんかあるんで、ちらっとだけ。あ、あったあった。初めて見た。はい、松ヶ峰到着です。510メートル。こっちの動画を見てプン山さんが、うん、ああここにあったんだって、うん、多分作業しながらぼやく気が。おお、富士山がすごい。はい、頂戴なの展望台着きました。はい、富士山です。だいぶですね。何時間待ったよとか言われたらどうしよう。もみじ台。まだいける。筋肉が喜んでる。チャンスだよ、チャンス。あ、いた。お疲れ様です。結構待ちましたか。いやいや、さっき来たばっか。あ、そうですか。ああ、これでハートがつながりました、ね。あ、そうですね。多分こっちの方が短いですね。40分の差があるんで。あ、40分ですか。じゃあ全然待ってないですよ。どのくらいですか。あ、でも僕迷った。あ、はじめが、はい、やっぱりきつい階段登ったじゃないですか、はいはいはい、あそこまで下っちゃって、はい、そうです。あ、そうなんですか。でそこ左、あれってなんか行き止まりになってて、あそこ越えていい、越えるのいいんですか、はいはい、ちょっとそれがなんかとっても不安になって、 あそこで行けるんですか。なんかあっちだとその1個上の段に道あるじゃないですか。1個段の上の道はあれは作業。あ、そうなんですか。ちょっとなんかとにかく不安になったんで、はい、あの線を引いてるのが別のところで引いてたから、はい、だからいいや、もともとのところでと思って、はい、だからあの車、はいはい、止めてあったとこまで戻って、はいはいはい、で車を通り過ぎて、なんかフェンスが閉まってて車うちらが待ってたところあるじゃないですか、はいはいはい、あそこを歩いて抜けて、で、じゃあ湖を左に、そう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 、同じルート通ってた。じゃあ僕がちょっと後ろを歩いてた感じなんですかね。そうですね。あ、でもそうなると40分の差が20分の差になるんで、あ、2人ぐらいですよ。こんにちは、小山さんですよね。お、は、はい。あ、と思って声で分かりました。やっと名前できた。一緒に、そうです、トフさん、はい、川に飛び込んでた人。見ました、見ました。ありがとうございます。びっくりした。偶然ですね、豆まきの時に、はい、すれ違って気づかなかったですよ。ああ、そうだ。いや、その前に赤木、あれ、そう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 、ですよね。そうですよね、トフさんで一度すれ違って。そうなんですね。ありがとうございます。はい、そういう感じちゃって大丈夫。あ、いいですよ。肖像権ありますか。はい、え、肖像権、肖像権ありますけど、いいですよ。あったらチョコでも。あ、なんかあれですね、また今日も愛しく。ありがとうございます。ちょっと相手持ってきたいんですけど。全然。ありがとう。今日はこの後は友達と起きてて、お連れの方が。あ、そうですよ。あ、声で分かりました。声とパンツとこれスカービー。声が初めで、これで買ってる。お二人で、あーと思って。もう一人今いるんです。そうですね。そうですね、皆さんと。そうなんですよ。今日、ハート。そうです。あー、はあ、それさん。そうですね。はあ、また、何かの機会に。あ、すみません、ありがとうございます。これ、もしよろしかったら、下で、あの、なんだっけ、天狗、焼きじゃなくて、天狗稲荷。おかしい。めちゃくちゃ持ってきてくれてるじゃないですか。うん、もうあれなんですけど、おせんべいしかないですインスタントのコーヒーのカップだけ持ってきたけど、あのコースターがもしかしてクッカーになってきてくれるかなと思って、私持ってこなかった。共同作業ですね。たまたま持ってきてくれてるんじゃないかなと思って。コースターコーヒー飲めないらしいですよ。あ、そうです。
ミルクティー、レモンティー、ジンジャー、フワラテ、ミックスベリー、ピーチティー。いっぱいありますね。これはブラック。何か飲まれますか？じゃあ、あのブラック。おにぎり食べます？あ、大丈夫ですか？食べる時間なければ大丈夫です。おにぎりとパンだけ。いや、全然。あ、全然全然。僕、いつもこんな感じなんで、ゆっくり。早くあの最初に出発していただけば、うん、もしあれなら40分差があるんで、こっち帰りスパルタでは行かないんで、行かないんで。待ってとか言いながら、多分このつなぎ目のところがちょっと、つなぎ目？そこに穴が開いてる。多分。めっちゃ持ってるな、これ。両方から。確かに。盛るのが早いか、沸くるのが早いかって感じで。スミレイナリ、天狗イナリ、いただきました。ありがとうございます。お豆さんが入ってます。あ、ありがとうございます。何か忘れてたなと思ったら、自分トイレ行くの忘れてたちょっと行ってきます。はーい。めちゃダッシュめちゃダッシュ早っ。やっぱ一人は寂しいですよ。あの、想像に普段一人で登ること多いじゃないですか。はい、それってもうなんか朝からそういう覚悟というか、はい、当たり前のように一人で登ることを前提で一人で登るじゃないですか。あ、楽しいお話しながらこう歩けるなみたいな期待みたいのがあるじゃないですか。はい、あの企画としては面白いものの、誰かにそれが来るっていう企画ではいや、でも3ゼロもあったんですよ。そうですね。うん、今度は多分僕遅いんで、ってことですよね。そうなります。来ますか？来ますかっていうか、僕が先にスタートした方がいいのか。車でくつろいでてください。じゃあ、支度完了かな。じゃあ、そろそろ行きます。じゃあ、また後ほど。はい、気をつけて。寂しい、なんか。まずは、高尾山行きましょう。大山です。で、富士山が、すいません、はい、あそこに白いのが富士山です。高尾山山頂 599.15m 到着です。いや、なんだかんだちょっと走ってるとこを見る限り巻こうとしてる気持ちがあったんで。そうですね。お、走ってる。走ってる。やばい、これはぴったりになってしまう。ちょうど白い格好なんで、うん、あのこうやればいい感じになるんじゃない？やります？あ、じゃあ撮っときます。もうちょっと左でいいですか？もうちょっと左で、そこら辺で、あのカメラにも収まってるんで。これで多分、あの、プンヤマさんが見逃さなければ。くぬけもん、三密の道、できます。はい、買いました。はい。コンピラ大園地からの眺望でございます。右がハートルートで、はい、左がパンツルートです。あ、でもな、ギリギリな気がするからな今日。じゃあまた今度って感じにしますか。そうですね。伸びき、こっち前の伸びてないから、伸びきってないパンツぐらいな。そうですね。これだとやっぱりでも結構ハートになるんだ。
今回は普通に降りちゃいますか。そうですね、じゃあ。はい。まあでも構図はよく見るんで。自転車の時は10リットル飲んでたんですよ。おー、10リットル？はい。そのリュックがけ絵になりますね。そうちょっと真似しよう。ん？この上がありそうだ。中沢山。おお。龍スマホ台。2024年。今年のスマホ台だ。これがいや初めてのハートルートだ。もう初なんですよ。いつもここのもっと裏の山から登ってて。こんにちは。してんですか？はい。二周してんですか？いや全然。あその前あ会いました。ああ。会いましたっけ？はいはい。お父さん登って伝城山行って大谷山を降りて大堀山がもうじきぐらいだなっていう時にする。すいません、失礼します。お気をつけて。でもさっきの方も、あっちの、山頂で会われた方も、川に飛び込んでるので覚えてていただいてて、普通に登山服のまんま行ってるっていう、行く予定ではなかったんで、冬山さんはちょっと入る気でいるから、サンダルとか持ってたんですよ。夏だなぁ、みたいな感じで。草と峠、到着です。里山はもうちょっと奥です。セブンサミット最後、草と山到着です。登れなくなっちゃってます。窓開いてる。そうです、そうです。この門が閉まっちゃってると通れないんですよ。午前9時からだ。これを後で見返す文山様。道大正解でございました。午前9時から午後4時までということで。いや、もうちょっと上に柵があって、そこを通っていいのかっていう。あ、ここのこと言ってたのかもしれない。行こうとしてしまってたから。はいはい。いや、えらいミスしてる。これ途中の道ですね。ふん山さんはその急な階段も全部降りた先って言ってたんで、あっちですね。で、自分もあっちを案内してました。それで迷って戻ってきたって。いや、多分、そこに柵があるんですよ、うん。で、通っちゃいけないのかなって思って戻ったっていうことだと思うんですよ。危ない。ほんと危ない。ほんとろくなこと言わない。ひどい人もいたもんで。下まで降りて左ですよって。途中じゃなくて下まで。全部違いましたね。
時間も違う、場所も違う。これのことだと思うんですけど、これは関係ないゲートでした。ベタツゴです。あ、いますね。あ、全然ゆっくりで。そんな待ってないっすから。コスさんごめん。車窓開いてる。助手席。あちょっと換気ということで結構ダイナミックに開いてるんですけど、せならば申し訳ございません。なんですか。一番最初に案内した道ですが全部間違ってたようで。どの車しました。あー、どれぐらい、高尾さんよりちょっと待ったかなぐらい。 あそんなにですか。すいません。いやいやいや、全然すごい速さですね。いや多分ね、最低1個は巻いちゃったと思います、うん、なんか。ああ、そうですか。はあ、今何触ってますか。分かりづらいですか。ちょっと分かりづらいです。あ、そうなんですか。天空のレストランっていう展望がある場所。あ、そうなんですか。天空焼きを買ってきました。いただきます。あれ、サカサカいただきました。食べたことあります。いただきます、早速、はい、あ、そういう中身そんな感じじゃないですか。あ、チンしてるんですか。はい。さっきより、温めた方がいいですね、うん、いただきます、うん、食べ放題なんで、うん、チーズ、おいしい。どうでした、ここの、南高尾の尾根は。あ、静かでいいですね。いいですよね。人もポツポツって感じで、うん、その割に整備ちゃんとされてるんですね。竜、うん、とか見ました。あ、見ました見ました。リュック置きとかがあって。そうそう、リュック置きね、うん、絵になるからわざわざ下ろして撮りましたもん。津久井湖の方に富士山が見える眺望ポイントが何箇所かあって。あ、そうなんですか。なんか一箇所すんごいとこありますよね、椅子のが置いてある道の途中に。でそっから少し行ったところをグイって上に登ったら、多分入り、じゃあ巻いたところが景色がいいんだ。そうそこが展望レストランなんで。あ、それそっかそっかそっか。天空のレストラン。あ、そう。じゃあ一番行かなきゃいけないとこ巻いちゃったって感じだな。かもしれない。そう。かもしれない。食べてもいいなと思ってたぐらいだから。ああ。そうです。やり直しですねこれは。そこだけ行くのもなんだし。いやさ、こういう感じの看板。もうなんか見ると悲しくなる。行きたかったな。めちゃくちゃ景色いいんですよ。マジで動画で思いっきりそれを出してるから。そこ全カットしますからね。コスさん、おむすび冷たくていいんでいただけます。あ、いや、温めた方がうまいですね、多分。いや、でも、うん、飲み物も、はい、これなら。あ、じゃあいただきます、はい、遠慮しなくなってきたな。チーズめちゃくちゃ美味しかった。美味しいですよね、うん、そうですね。もう美味しかった、ありがとうございます。はい、まだいっぱいあるんで。帰ってきてからも食べれるようにって、うん、一気に作ったんで。お花見登山したいですね。お花見登山、僕ひどい花粉症なんですよ。あ、そうそう、危ないんですよ。もう飛んでるって噂があって。あ、そうなんですか、うん、うるさいんで本当に。あ、いや、コースさんみたいな人がいると楽できるんですよ、うんうん、任せられるから。いや、編集点だらけなんですよ、うん、そこの編集って意味ではもう辛いけど。辛いんだ。お疲れ様でした、楽しかったです。一緒じゃなかったけど。それなんですよ。キーさんもお気をつけて帰ってください。はい、疲れてると思うんで。出発します。お願いします。登山後に、はい、こうただぼーっと前を見つめてるだけでいいのは、これはやっぱり全然違いますよね。な、それはなんかお疲れのところ悪いな。全然本当にもう後ろもお酒飲んでもいいんですけどね。